デイビッド・ジョン・ニー・アン・ダンは、イングランド・ランカシャー・シュー・グレート、ハーウッド出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。ブラックバーン・ランカシャー・シュー・グレート・ハーウッドに生まれた、ダンは、1997年初頭に、ブラックバーン・ローバーズ FC の下部組織と契約し、1998年9月26日のエバートン FC 戦で70分から、 トップチーム及びプロ初出場を飾ったが、味方のマルティン・ガーリンが退場したことにより81分にベンチへ戻った。出場2試合目となったセント・ジェームズ・パークで行われた、フットボールリーグカップのニューカッスル・ユナイテッド、FC との PK 戦で最後のキッカーを務めて、勝利に貢献し、1999年2月16日のアストンビラ FC 戦でプロ初得点を記録する。 と、一期目から一定の出場機会を得ていたが、シーズン終了後に、チームは二部へと降格した。2戦から01シーズンに、フットボールリーグカップのロッチデール AFC 戦で、ペナルティーキックによる、ハットトリックを達成する等で公式戦二桁、得点を挙げ、さらに、ベストイレブンに選出されるほどの活躍を見せて、チームのプレミアリーグ復帰に貢献すると、 翌2001から02シーズンも、昨季の良い調子を継続させて、リーグカップ優勝に一役買い、競合アーセナル FC とのリーグ戦では2度の同点弾を上げて、勝ち点獲得に貢献した。その才能と技術力の高さから、ニック・バーンビーから、新たなガッツァと称賛されたものの、翌2002から03シーズンは昨季ほど輝くことが、できず、負傷した際に、 クレアム・スーネス監督から自身の態度と私生活を批判されたことで亀裂が走った。スーネス監督は確執を否定しており、負傷後のパフォーマンスに賞賛を送っていたが、ダン自身はスーネス監督の言動に失望して対談を決意した。バーミンガム2003年7月7日に移籍金550万ポンドでバーミンガム式と4年契約を締結し、 デビュー戦となった8月16日のトッテナムホットスパー FC 戦で初得点を記録する素晴らしいスタートを切った。しかし2004年に1月に FA カップのウィンブルドン FC 戦でハムストリングを負傷させて途中交代すると2月の同大会でのサンダーランド a FC 戦でハムストリングを再発させて以降 定期的に苦しんだことでシーズン残り試合のほとんどを欠場を余儀なくされた。翌2004から05シーズンはシーズンの前半でこそ重要な得点を挙げて地位を確立していたが2004年11月にまたしてもハムストリングの負傷を再発させ長期の離脱が予想された。この負傷はアーセナルの物理情報誌の助言により難を逃れることに成功し、 離脱することなく出場を重ねていたが12月26日のミドルズブラ FC 戦で衝突した際にハムストリングを負傷させ2005年1月28日に手術を決意したことでシーズン残り試合の欠場が決定した2005年10月16日2005から06シーズン途中のアストンビラとのバーミンガムダービーで約10ヶ月ぶりに試合へ復帰するも チームの苦境を救うことができず、シーズン終了時に2部への降格となった。ブラックバーン復帰2部を戦う中で2006年10月に、今度の遺跡市場で、フルス・ブラックバーンへの復帰が噂されたが、これには、ダン本人とブラックバーンのマーク・ヒューズ監督の両名が否定しており、1月12日には、ボルトン・ワンダラーズ FC とメディカルチェックを受けて、 移籍金100万ポンドで契約間近と報じられていた。しかし、1月17日に推定移籍金220万ポンドで、ブラックバーンと3年半契約を締結し、2月3日のシェフィールドユナイテッド FC 戦で初出場を飾り、モアテンがムストペデル戦の決勝点となるフリーキックを獲得した。途中加入ながらもリーグ戦11試合を含め、 公式戦18試合に出場して、復帰1期目から定位置を確保すると、翌2007から08シーズンは負傷の不安もなく、リーグ戦31試合を含め公式戦38試合に出場し、アーセナル戦で25ヤードから同点弾にして、復帰後初得点を挙げた。2008から09シーズンには、ポール・インス新監督から副首相に任命され、 さらに二人目の子供が誕生すると、サッカーでも私生活でも充実した時を過ごしていたが、2008年9月19日に全治4ヶ月のアキレス腱断裂となってしまい、また、復帰後の12月29日にサム・アラダイス監督が就任して、以降であまり先発起用されなかったことで公式戦17試合の出場にとどまり、対談の噂まで浮上した。 最終的に残留することとなった翌2009から10シーズンは最初の2試合に起用されずに厳しいスタートを切ったがリーグカップのジリンガム FC 戦で先制点を挙げてチームの3回戦進出に貢献するとリーグ戦ではウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦を皮切りにアストンビラ、アーセナル、ボルトン戦で得点を重ねていき特に同じランカシャー州東部を拠点とするライバルの バーンリー FC とのイーストランカシャーダービーでは記憶に残る得点を挙げた。それらの活躍から2010年1月26日に契約を2012年7月までの2年半延長させることに成功すると3月21日のイーウッドパークでのチェルシー FC 戦でブラックバーンでの通算出場数206試合目を達成し3月24日のバーミンガム戦で 試合開始5分に先制点、67分に L イコール8デューフのコーナーキックから頭で決勝点の2得点を記録。3月28日のターフムーアでのライバルのバーンディー戦で PK による決勝点を挙げ、5月3日のアーセナル戦でブラックバーンでの通算50得点目を達成した。二千九から十シーズンにリーグ戦九得点を挙げる成功を収めて以降、 2010から11シーズン、2011から12シーズンとシーズンを通して中心選手であり続け、2011年2月2日のトッテナムホットスパー FC 戦でブラックバーン復帰後のプレミアリーグ出場通算100試合目を達成し、2012年1月27日に契約を2013年まで延長した。しかし、その一方でチームは低迷に苦しみ、 2011から12シーズンに降格となった。2部に降格した2012から13シーズンは、それまでと一変して、たびたび先発落ちし、10月25日のシェフィールドウェンズで FC 戦中に負傷する等で、調子を落としていたことから、同シーズンで満了となる契約が延長されることは、ないだろうと囁かれていたが、そのような状況下で3月17日のバーンリーとのダービーで、 ロスタイムに同点弾を上げて噂を一周する活躍を見せ6月24日に1年の契約延長を勝ち取った翌2013から14シーズンは公式戦全4試合に先発して1得点を記録する好調さを見せていたが9月11日に膝の手術を受けることが発表され離脱となったオールダム2015年7月30日フットボールリーグ1の オールダムアスレティック AFC と1年契約を交わした。9月12日に、ラレン・ケリー監督が解任されると、暫定的にその座を引き継ぎ、10月7日には、正式にオールダムの監督となった。U-21 時代は、デビッド・プラット監督のもとで首相を務めて20試合に出場し、2001年11月19日に、ユトレヒトで行われた、 UEFAU-21 欧州選手権2002予選プレイオフの U-21 オランダ戦で個人技による得点を挙げた。この得点は自身の生涯最高の得点になるほどのものだった。これらの活躍から負傷したキーロン・ダイヤーの代役として2002年9月3日にポルトガルとの親善試合へ向けてスベェン・ゴラン・エリクソン監督によってイングランド A 代表に初招集され、 9月7日の同試合でスティーブン・ジェラードに代わって後半から初出場を飾った。女優のサミー・ウィンワードは元婚約者であり、2005年6月15日に娘を一人授かるも同年9月15日に別れている。その後別の女性と結婚し、2008年8月7日に息子を一人授かった。ありがとうございます。